All right, so we're going to finish up with Shinada here and head into the home stretch of the game. Let's do it. We don't have anything else to do in the city. We're done. So there's no reason for me to leave and come back. I can just talk to Dejima now, and hopefully we'll go to the final portion of the game. Jesus. Yeah, we're ready. Let's go. Ah, okay da. So ka. Ja, iku zo. Just wait. Wait, he has to pay back. What's his name, doesn't he? Hehe. 悪いんだけど、先に下降りててもらえる？ん？ Hmm. You would think he's gonna pay back. What's his name? Takagami or whatever. He should. The guy's been helping him the whole time. ごめんごめん。お待たせ。もういいんだな。ああ、行こう。ちょっとすみませんよ。Goodbye, Nagoya. 悪いね。全く手持ちの金なくて。はい、お釣り。うん。ああ、いや、いい。マジで？やっぱりさ、登場会の会場になると小銭とか持たないんだね。おい。Said that pretty loud, didn't you? これは事情を隠して行動してるんだ。頼むぜ。やばい。結構ヤクザってのも大変なんだな。ん？なんなんだこれ。だから大声出すなって。ウィンピッチャー・サワダ？あの沢田のことか。What？ 俺はとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。What？道島君は先に東京行って。何？俺ちょっと行かなきゃならない場所があるから。おい。What the hell？ あ、ごめん。So there's an article about Sawada being a pitcher. Is he being reinstated as a pitcher? I don't know. It's confusing. Oh yeah. By the way, you didn't pay him back, you dick. あれ？どこ行きやがったんだあいつ。Oh, look, you left the money. And the baseball, look. ボールとお金返します。余ったお金は息子さんと娘さんのプレゼントにしてください。He gave him extra. He gave him all the money. Whoa. Huh. Probably in you know, conjunction for saving his life and helping him with all of this. まだ結婚もしてねえと。Oh, he lied the whole time. He was lying the whole time. He never had kids. He made all that shit up. Ha ha ha. Wow. This is where the final showdown's gonna happen, huh?Why is Sawada there? It makes no sense.
I don't know. I don't get it. What's going on? Sawada. お前なら俺がここにいるってわかるんじゃないかと思ってたよ。よく来てくれたな、シュナダ。勇敢を見たよ。まさか球界のエースであるお前が万年 B クラスのワイバーンズに移籍するなんてな。驚いたよ。藤田さんとの約束だったんだ。15年したら彼の仕事を俺が引き継ぐってな。気づかなかったよ。藤田さんの球界復帰が名古屋組の代替わりの予兆だったなんてな。そうなんだろ、沢田。So he's gonna take over the Nagoya family. お前、俺がこっちの出身だってことは知ってるよな。ああ、中京学院のエース、名古屋が生んだ10年に一人の天才。それがお前の高校時代の呼び名だった。だが人生ってのは不思議なもんだな。くじ引き一つで名古屋出身の俺が東京に、東京出身のお前が名古屋のチームに入ることになっちまうんだからな。結果お前は全く関係のなかった名古屋のためにその野球人生を奪い取られる羽目になった。そして俺は誰もが認める球界のエースとなった。でもお前はこうしてまた名古屋に帰ってきた。これも全て名古屋組を藤田さんから引き継ぐためだというのか。ああ、そうだ。どうしてだよ。どうしてそこまでして名古屋組なんかを守る必要がある。今のお前にはもっといろいろ守らなきゃならないものがあるはずだろう。高校の時の友達に言われたよ。俺らは夢を見させる側の人間なんだって。俺やお前はただ野球やってるだけじゃないんだ。このグラウンドに立つ人間はいろんな人間の夢背負って野球やってんだよ。もう聞いてるだろ、牛島さんや真鍋さん、名古屋組の構成員だった人たちはみんな出頭した。そうだ、もう名古屋組は終わりなんだ。悪いことは言わない。これ以上名古屋組を使って誰かを苦しめるようなことはしないでほしい。やはりお前は何も現実が見えてないんだな。何？名古屋組が終わったなんてことは分かっている。俺は最後の仕事をするために名古屋にやってきたまでだ。最後の仕事？ And you? お前だよ。 Yep。名古屋組のことを知りすぎたお前を始末する。それが俺に指示された最後の仕事だ。様だ。今朝警察に出頭した人間は全員釈放されたよ。警察は何事もなかったように処理する方針だ。なんだって？シナダ、この一件はお前が思っている以上に大きな力によって操作されているんだ。警察すら動かしてしまうような強大な力を持った人間によってな。どういうことなんだよ、沢田。誰なんだよ、お前にこんなことさせてるやつってのは。それは あいつら、俺の見張り役の連中、近江連合の人間。近江アライアンス。オミ、どうしてオミが？あれが答えさ。藤田さんも俺もずっとオミ連合のある組織によって動かされていたんだ。はあ、ある組織って？オミ連合の出身団体、神戸黒羽組。名古屋組はそれまでずっと名古屋を仕切っていたオミ連合の連中を追い出すために黒羽組が中心となって作った組織なんだ。つまり近江連合内の島争いによってできた組織だったんだよ。 OK、huh. 近江連合が近江連合を追い出すためだと。
そして俺も藤田監督もその黒羽組に魂を売り夢を手に入れた人間の一人だ。なんだと。品田、俺はな、お前が思っているような天才でも立派な野球選手でもない。あの甲子園だってそうさ。俺は黒羽組の力を借りて優勝したんだ。Ah, he was always a cheater. まさか。Damn. 本当だ。黒羽組は対戦する高校の監督の買収から選手への賄賂まがいの脅迫、手段を選ばず勝つための手段を取った。まさか、豊戦でカムロ校の連中を使ってうちの野球部に妨害を入れたのも。そう、黒羽組の仕掛けだ。まああの時はお前の高校のやつに邪魔され計画はうまくいかなかったがな。それで俺らとの一回戦だけはガチの勝負になっちまったってことか。道理で俺が気づかなかったわけだ。つまり俺にとっての甲子園とは一回戦だけが実力勝負、実質的な決勝戦のようなものだった。純真無垢の天才バッター品田達夫を抑えることさえできれば甲子園の優勝は約束されていたからな。Yeah, so much for that. そして俺はお前に勝った。結果一回戦で負けたお前はドラフト会でワイバーンズに拾われた。逆に俺は高校球界の至宝と言われドラフト1位でギガンツに入団したんだ。どうして黒羽組がそこまでして俺を甲子園の優勝ピッチャーにさせたかわかるか。まさか。Well, you better tell us. そうさ、ギガンツ対ワイバーンズ戦、俺が登板するすべての試合で黒羽組の計画に乗っ取った野球賭博を成立させるためだ。誰にもバレない、展開の荒などに左右されない完璧な仕掛けの野球賭博を仕掛けるためにな。そんなことが。そもそも野球賭博ってのは八百長を仕掛けるのが難しいギャンブルだ。いくら投手を買収したところで相手バッターが打ってくれなきゃ勝たせられない。 True. いくらバッターを買収したところで相手のチームが点を取らなきゃ負けさせられない。 That's also true. だがワイバーンズのスタメン全員と監督、それに対戦チームのピッチャーが俺であれば完全な八百長が仕掛けられるわけか。そういうことだ。だが完璧な計画とはいえ一度だけ八百長に失敗したことがある。お前がホームランを打ったあの試合だ、品田。あの日の黒羽組の指示は0対1でホームのワイバーンズが負ける予定だった。だが9回裏までギガンツのバッターはワイバーンズから1点も取ることができないでいた。いくら相手を勝たせたくても点を取ってくれないことには話にならない。だが露骨なエラーをさせて相手に点を取らせることもテレビ中継の手前都合が悪い。焦った藤田監督は内野経験のないお前をわざとセカンドの酒井に変え代打に送った。俺がお前からは打てないと藤田監督は踏んだってことか。藤田さんは誰よりもお前の得て増えてを知っている人だったからな。それで監督はカーブを投げるようお前に指示を送ったのか。ああ。じゃあ7球目あのストレートはどうして投げた。藤田監督の指示を無視して俺との勝負をつけたかったのか、沢田。違う、あれは監督藤田さんの指示だったんだ。え、なんだと。監督の。ああ、そうだ。あの時俺にストレートを指示したのは他でもない藤田監督だったんだ。どうして。どういうことなんだ沢田。それは喋りすぎだぞ、沢田。はあ？
お前が撃たないなら俺が撃つ。まあその時はお前も始末することにはなるかな。分かってる。名古屋組の連中は、名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。So they never knew that their strings were being pulled. 彼らは名古屋という町を守るために、藤田監督や俺を信じ、指示に従ったに過ぎない。それは信じてやってくれ。そうだ。覚悟はいいな。シナだ。Are we gonna fight or what?No, he's giving them hand signals. Shinada. Shine! He gave him a hand signal so he knew where he was going to shoot, so he could dodge it. Ha! Do. やはり知っていたのか、ギガンツの際。He did know the signals all along. まあね、相手のサインを研究するのはバッターの基本だからな。All right, now are we gonna get to fight? Good, let me fight. Fuck. About time. I wanna try my new weapon, the giant fucking metal fish thing. Do this. Let's fuck up these Yakuza. Sada, どうして俺を助けるような真似したんだ。ずっと知りたかったんだ。どうしてお前が俺のあのストレートを打てたのかをな。それを直接聞くまでは殺すわけにはいかない。そういうことだ。なるほどね。で、結局お前、15年前のホームランはサインを盗んでたのか。さ。その話はお互い生きてたら話すってことだね。それでいい。Incentive. All right, let's do it. よし。それじゃ行くぜ。わ。おお。Finally some combat. After way too much dialogue. All right.Time to fuck him up. Would you like to fight a snowman? He'll beat your ass if he can. Alright, time for this fucking thing. Look at this! Get up! The fuck off me! I'm beating him with a fish! Come here! Ugh! Oh! Very nice! Synchronized fighting!Oh! They're dropping items. Any more? Come on. Beat him with the fish. He's trying to do an aerial flip. Did you see that shit? Look at this guy. Come over here. Boom! Boom! No, you don't! Put that shit down. Boom! Uppercut! Damn! They got fucking beaten to shit with a metal fish. A snowman club and a metal fish. What the fuck?
Oh boy. Well, they survived. 生きてるか、シナダ。No, I'm fucking dead. You dick. それじゃあ教えてくれ。どうしてあの時お前はホームランを打てたのか。ホームラン。その前に一つ教えてくれ。どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したんだ。教えてくれ。藤田さんは迷っていたんだ。迷っていた。あの試合の前夜、金栄町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ。 More fucking plot. 俺はこの4年ずっと悩んでいた。お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのかって。何言ってるんですか藤田さん。俺らはこうするしかなかったんです。もう迷ったって仕方ない。たとえ明日品田と対戦することになっても、俺は藤田さんの指示に従うだけです。カーブか。確かにあいつは変化球に弱いな。お前本当はストレートで勝負したいんじゃないのか。お前にとって品田は永遠のライバルだろう。そんな勝負を犠牲にしてまで。今さら頭取りはできないんです。俺たちの失敗は許されない。それだけです。分かってる。そんなことは分かってる。だが、その直後、藤田さんは俺に言ったよ。品田だけは八百長の道具にしたくない。あいつは天才だ。あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたい。ってな。Oh, and how'd that work out with him getting blamed for the game fixing and being banned from professional baseball, you stupid shit? 15年前のあの試合、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれ、ワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていただろう。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして、警察の力を使うことで、名古屋を支配していた近江連合と東上会の組織を追い出すことだったんだからな。だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに、自分にとって一番大切なものを守ろうってな。大切なもの。大好きだった野球への思い、それを持ち続けられる人間をだよ。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。汚れのない本物の野球ってやつを。そういうことだ。さあ早くここから出よう。黒羽組の追っ手が来ないとも限らない。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。シナド。What now?
おい、品田、何やってんだ。邪魔だよ、こいつらがいちゃう。 Oh my god, they're gonna play baseball now? You can't! 急いで片付けよ、グラウンドが汚れる。は、何言ってんだお前。決着をつけよ、俺たちの勝負に。Oh my god. A little late for this. You do realize when you knock a Yakuza out that they don't knock out indefinitely, right, Shinada? You know that, right? Oh boy. Where's your giant shrimp? I only bat with a shrimp bat. Ah. 知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すればわかるというのか。ああ、わかるさ。お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前、本気で打てると思ってるのか。もちろんだ。来い。The showdown. Here it comes.すごいじゃん。15年前、お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ肩慣らしだ。さあ、打ってみろ。俺のストレート。ファウ。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした、あの時のホームランはまぐれだったのか。あ、早く次投げろ。Hurry up and throw those Yakuza bodies are starting to stink. The joke's on him. This is my explosive fastball. There's a grenade inside. Ha ha!Foul. こっちの嫉妬は打たないってか。お前、何考えてやがる。次だ。いいだろう。次が7球目。15年前と同じ。次の球で終わりだ。And then, just as they're about to settle the rivalry, Godzilla attacks and distracts them. Oh shit! Oh my god, dude, I had no idea I had to press that. I pressed it at the last minute. I'm not even lying. My controller was sitting on my leg, my hands were up, and they weren't even on the controller. Holy shit, that was close. どうしてどうしてカーブを投げるって分かったんだ。分かってたんじゃない。待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ。I've been waiting for your curveball, and now you gave it to me, broski. Thank you. 20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間、俺はワイ・バーンズの二軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。あの日、俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが
監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。篠田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。Wow. 俺もやっとこれで引退できる。え？ありがとうな。そうだ。Were you supposed to go to Tokyo? A little early for a happy ending. And that's it. That's going to be it, ladies and gentlemen. That's the end of Shinada's story. See, part 4 completed. So, ladies and gents...That is pretty cool, huh? Alright, so when, you know, it's gonna now go to the home stretch. The absolute home stretch, the final end part 5, the final saga of Yakuza 5 is coming up next.